台北市博海警備管制区総統府と、不前の外立、格乱大道司法院観察院台北市、博海警備管制区は、通称博海特区と称される台湾台北市、中西区の中華民国総統府を中心にした地域の名称である。総統府以外に国防部等の中央政府の官庁が集中しており、上空の飛行には特別の許可が必要な地域である。 博来警備管制区は行政名称ではなく戒厳令下で中華民国国軍が策定した軍事管制区域である。台北市内の飛行禁止区域に指定され、区域内には総統府以外に国防部、司法院、観察院、行政院、立法院、交通部、外交部、教育部、内政部、法務部、経済部、財政部、最高法院、 台北地院、台北地検所、国家図書館、中央気象局等の政府機関及び北一助中、台北市立教育大学、高度国中等の教育施設、228、和平公園、海樹公園の公園が立地している。博愛警備官政区は、遠平南路の伊藤、中山南道伊勢、城徳外、城陽路、宝京路をつなぐ、ライン以南。 愛国西寺北の地域であり、旧台北城の南半分の地域に相当する。講義には、中華路伊東、中山南道及びラカク袋伊勢、忠だた西寺南、南海路は及び平成路二段異北を意味する場合も、ある。相当府の安全を理由に、政府は、白愛警備管制区に対し下記の制限を加えている。ありがとうございます。